ほうほうばですよ。さあ、今日のご飯は何かな。バカ、肉豆腐です。肉豆腐、まず肉豆腐って、うどんも入ってるし、風も入ってるし、すき焼きみたいな感じかな。いただきます。うまいな。ニュース見たらね、ある地方の議員さんが議会中に居眠りをして、それで年収1400万なんてすごいよね。俺はみんな原因になりたいはずだ。前のことを思い出したんですけど、阪神甲子園球場に阪神タイガーの方の責任ね、そしたらね、8回か何回かになったら、みんなの風船飛ばすんだよね。この、細長いやつ。ほんで、みんな一斉に、くれよーんってやってたんですけど、外野でやってるのを一緒にやったんですけど、ピューンって言って、みんなの分が上がる分にはいいんですけど、球場のライトに吹かしてみたら、みんなのね、風船が、唾液が、飛沫がビュンビュン飛んでるのがね、ピューンって、バタバタ、ピチャ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 、ピチャピチャピチャ、ピチャピチャピチャ、みたいな感じで、キリジロのね、唾液が降ってくるんですよね。あれは、もう今なら考えられないのかな。あれは自分でも思わず笑っちゃいましたね。これこそ、そうなんだと。どうぞ、まあ、4月に始まって、学校はどうなのかな？始業式とか後回しになるのかな？よくわからんけど、4月は恋の季節と思ってるんで、ちょっと私の恋バナを聞いてください。はい、長らくお待たせいたしました。あそこはね、小学校の2年生か2年生の同級生に彼らしい子がいたんですけども、その子のことを好きになってね、あ、これが恋なんだなっていう感じで恋愛してたのして、いや、一方的に好きだったんですけどもね、まあ、結局子供の恋っていうのはそんなもんで、次は中学生のね、2年生同じ学園の女の子のことを好きになっちゃって、いつも目で追ってましたね。で、その子なんですけど、よく街の中ですれ違ったりするんですけどね、かわいらしい私は
すごい可愛いっていうか美人っていうかね、うん、結局そのことは僕が転校することになって離れ離れだったんですけどね。その僕が転校する日の電車がね、何してたのか時間に合わせて親の友達とか来てたんですけど、その中に一人女の子がいまして、さっきの子とは別の子ですよ。なぜここにいるんだろうと思って見てたんですけど、ほんだらね、昔の電車なんで窓が開かるんですけど、特急列車でもね、これとか言って箱を取れたんですよ、箱。何これ、気をつけて頑張ってくださいねって言われて、この子俺のこと好きだったのかなと思って、だって学校で来てくれたのもその子だけだもん、小学校の時に。ほんで中学校2年の時だ。ほんでその贈り物をまあ後で見たんですけど、こんなね石油ランプが入ってまして、石油ランプを火つけてボワーンとなんか燃えるやつ、それが入ってたんですけど、なんでランプなんだ。俺の性格は燃えやすいんだろうか、彼女にとっては今回の原稿は燃え上がる声でしたっていう勝手な思い込みで、ああそうか、そばやつなんだ。それで中学の3年生から別の学校に転校したんですよ。中学3年生で小学校の4年生までいた時に転校したんですよ。だから昔の友達は知ってたんで大層もなかったんですけども、ほんで部活やってて、あこの子いいなと思った子がまたまたいまして、まあほんでその子のことも見てたんですけども、なかなかねそういう高校すぐに高校3年生になったんですけど、まあ、相変わらずその子のことはね好きで見てたんですけども、まあ、噂ってあるじゃないですか、学校の中であいつのこと好きだってよみたいな感じで、それに対して僕のことを好きな女の子がいるって噂にしまして、でも俺今あの子が好きだしなと思ってちょっと僕は悩みましたけどね。結局卒業の時、女子の方から男子に対して学ランの代表にボタンをくださいっていうのは当時配信で、もう学ランの代表にボタン外して、その噂になった子、俺のことを好きだったっていう噂の子に渡しましたよ。恋愛が始まってるわけもなく、そのままなんですけど。すごいボリューム、で大学に行ったんですけど、そこはそこばっかりの学校で学部が実数系だったんで、女の子はもう極端に少なくてね、同時学生数が500人もうちょっといたのかな、みたいな女子は3人という状況で、そんなのすぐにかっさらわれるなぁと思ってたんですけど、あの量でしたけど、ね、だから大学の時は好きな方法はいなかったな。
で、次は社会人になった後なんですよ。この会社へ出勤する道中にすれ違う女の子がいたんですよ。年頃は僕より2つ3つ下かなって感じだったんですけど、毎日でもやっぱり同じ場所で会うんですよね。規則正しい出勤状況をしてたら、その子のことが本当なんか気になっちゃって、向こうもなんかこっちのことが気にしてるなっていうのはあったんですけど、それはまあ勝手な思うかもしれませんね。ほんでまあずっと毎朝会ってたんですけど、それは会うのが楽しみでしたね。毎朝ね、すごい通勤時間がかかってたのに、それを本当頑張ってきたんですけども、で僕が転勤になったんですよ。勤務先が別になって会えなくなったんですけども、そこはね、女の人ばっかりの職場で、男は僕を入れて4人か、上司が30人ほどで、男子が4人か、そんなもんでしたんですけども、当時はもう若かったからね、もう何でもありましたけど、幸いね、その頃の施設の中に寮みたいなのがあったんですよ。社員寮、そこに入らせてもらって生活してたんですけど、まあ、社員寮だってそんな綺麗なもんじゃないですよ。結婚しちゃって、なんか泣かされるままっていうのかな、雰囲気に、周りの雰囲気に泣かされるまま付き合って、でも結婚したんですけども、やっぱり本当こいつのこと大好きだって、もう絶対好きみたいな関係じゃないと結婚っていうのはなかなか難しいのかなーって思ったりもしましたけどね。人にはそれぞれの人生においていろんな恋愛があったと思うんですけども、なかなか今年は本当に暖かかったなという気がするんですけどね。この冬もちょうどね、一日まで過ごしますからね。暑がりなもんでちょうどよかったかな。あ、そうだ、忘れてた。高校生活時代の恋バナを打ちなかったね。これもね、僕が好きな女の子と、もう一人僕のことを好きだって言ってくれてる女の子がいまして、まあ一人は僕が一方的に好きになっちゃってるような感じですけども、向こうまで、もう一人の子は俺のことを好きみたいなことがいるじゃないですか。仲良しグループがある。4人の子に仲良しグループがあって、ね、手紙渡してあげようかとかね。なんかそう、喋ってみるとかね。遊園地も行きましたね。ただね、僕は自分にコンプレックスを持ってたんですよね。なんかもう自分だけが格好悪いと思ってて、着てる服もダサいなとかね、髪型もダサいなと思わせるんじゃないかと自分で思い込んでて、その子と一番ナイスなタイミングで遊びに行けたのに遊びに行かなかったというか、好きにならなかったのかな。もう一人の僕が一歩的に好きだった子は、まあその子もなんかそういう仲良しグループの中では俺のことを好きって言ってるみたいだよみたいなことを言ってくれたことがあるんですよ、一回ね。普通ならよっしゃーってその話に乗っちゃうでしょ。ところが僕に
自信がなかったから、どうしても言えずにね、言えずに卒業になっちゃって、もう一人が好きだったと言ってくれた子も、もうそのまま卒業になっちゃって、みんなバラバラになっちゃったんですけども。まあ、いろいろありますわね。でもやっぱり恋愛が、ね、一番大事だと思うし、そりゃダメな時はダメですよ。でも楽しい時はね、すごい楽しいし、少し残しましたけど、美味しく食べました。いいメニューでしたね。おっさんになっても頑張り続けるつもりです。ね。それでは、今日もつまらないお話にお付き合いいただき、ありがとうございます。おやすみ。しました。ちゃうちゃうちゃう。ごちそうさまでした。